Hello everyone, my name is Zawachi. Hi. ザワチンさんにあちらのビジュアルと同じペネロペクルスのような絶世アイメイクでご登場いただきました、とっても似ています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではちょっと下に行ってお話をしたいと思うんですが、はい、今回モノマネメイクをするこのペネロペさんのビジュアルを見たときどう思われましたか？はい、結構ペネロペさんは映画でも拝見するんですけども、その時の普段のメイクとまた違ってヌーディーなんだけどもすごい目力のあるメイクの印象を受けましたね。このペネロペに似せる時にちょっと苦労した点やポイントを教えていただけますか？そうですね、やっぱ海外の方なのでとても彫りが深くて二重幅が結構あるんですよ。なので自分は、アイシャドウを使って二重を再現して、で結構まつげの存在感もすごいしっかりしているのでがっつりつけまつげの上からマスカラを塗っています。ダブルでまつげをこう強調させる。この下のアイラインもすごい入っていますよね。そうですね、これも普通にブラックのペンシルライナーで埋めています。はいはい、非常識マスカラグランディオーズの使い心地はどうでしたか？結構私マスカラを塗るのがすごく苦手なんですけども、グランディオーズはブラシ の長さがちょうどちょっとどちらかというと今までに出ているものと少し短くて、なので結構目頭から目尻にかけてすごく塗りやすくてカーブもかかっているのでとてもすごい塗りやすさを感じました。このスワンネックがこの鼻の高さとかに当たらないで、はい、変なところにマスカラがつかないですよね。そうです ね、はい、はい、分かりました。今までザワチンさんが使用されたランコム製品はどのようなものがありますか？結構ランコム製品は使ってるんですけども、特に最近ザワチンメイクマジックパート2を出した時にエルサのモノマネメイクをしたんですけども、その時やっぱ紫のシャドウが必要になってて、なのでランコムさんのシャドウっていうのはすごく発色も程よくてラメ感もすごくエルサにとてもぴったりだったので、イプのパレットですね、うん、イプのパレットっていうブランドのブランドというかその何ですかメイクそうですね、はい、はい、方を使いましたね、うん、これ私も実際使用させてもらったんですけど、すごい本当に発色が良くて、はい、伸びも良くて、はい、でしかもそのパレットに対してたくさん色が入ってるのにすごく便利でしたね。ね、はい、そうですよね、はい、この春のメイクのトレンドやザワチンさんが注目しているものを教えてください。はい、そうですね、やっぱチークに注目してまして、で去年の昨年の春メイクでどちらかというと本当ふんわりとした可愛らしいコーラルピンクだったりピンクのチークだったんですけども、今回はちょっとパリを意識したちょっとくすみがかったピンクのチークを使用してみたいなと思います。ちょっと可愛さからかっこよさへみたいな感じですかね。そうですね、はい、うん、やっぱりチークとかがこう馴染んでるエフォートレスな自然体な感じだと、はい、目にも注目いきますよね。そうですね、はい、ここまで目力があるメイクだったら、そうですね、ちょっとカジュアルの効いたメイクかなっていう感じですね。なるほど、はい、それでバランスを取るっていう感じですかね。はい、で最近素顔での露出も増えていますけれども、はい、このプライベートでの変化はありますか？そうですね、意外とないですね。あ、本当ですか？ないですね。普段どちらかというとすっぴんでマスクなしで歩くので意外と気づかれないです、はい、もし気づかれたとしたら、どう写真撮ってくださいとか言われたら撮ったりするんですか？あ、全然撮ります。ちょっと恥ずかしいんですけどね、やっぱすっぴん見られてなるほど、はい、分かりました。でもうすぐバレンタインなんですけれども、はい、友チョコとか気になる方に渡す予定などありますか？そうですね、やっぱ一番にあげたいのはお母さんですね。うん、女の子なんですけど、女性ですけども、やっぱお母さんとあとは、マネージャーさんとかアシスタント様、周りの人にちゃんとあげたいなと思います。感謝の気持ちとして感謝の気持ちを込めて、はい、いいですね、はい、やっぱり日本の文化ですよね、女性が男性にチョコをあげるとかは。そうですね、結構海外では男性が女性に愛の形として渡すことが多いですもんね。そうですね、はい、ぜひこのランコム の商品をね、はい、欲しいもんですよね。そうですねはい、わかりました、ありがとうございます、はい、プライベートの話まで聞かせていただいて、はい、本当にありがとうございます、はい。